フェルナンド一世はカスティーリャ博、後に初代カスティーリャお及びレオン王。1056年に全ヒスパニアの皇帝として退官した。大王と呼ばれる。父はナバラオ・サンチョ三世、母はカスティーリャ博、サンチョ・ガルシアの娘、ムニア・エルビラ。アラゴン王・ラミロ一世はイボアニ、ナバラオ・ガルシア三世はドーボニー、ソブラルベ博・ゴンサロは、 同母ぼナバラ王三女三世の次男として生まれる。1035年に父が死去すると、医療は4人の王子に分割相続され、フェルナンドはカスティーリャ白陵を獲得した。1037年に妻三茶の兄で父にレオンを奪われた、レオン王、ベルムード三世は復権を狙ったが、フェルナンドは兄のナバラ王がルシア三世から援助してもらい、 タマロンの戦いで、ベルムード3世を打ち取り、レオンを獲得、カスティーリアとレオンの王を称した。また、助けてもらったとはいえ兄とは、衝突が絶えず、1054年のアタプエルカの戦いで、両軍は、決戦になり、ナバラ軍に勝利して、兄を廃止させた、フェルナンド1世は、カスティーリアを優位に立たせた。それからはレコンキスタを進めたが、 ロードを征服しても入植する人数が足りないため、征服より小さく分裂したイスラム教諸国を侵入させ、パリアを取って保護する方を重視した。また、カスティーリアとレオンの結びつきが弱いため、外に目を向けて国内の統合を図る意図も含まれていた。この方針で1055年から遠征を始め、イベリア半島南西部にあるバダホス王国を攻撃。 ドゥエロ川沿岸の町ラメゴとビゼウを奪い取りバダホスの神獣、パリア支払いも取り付けた。またトレド王国も1043年頃にパリア支払いを義務付けられていたが滞納していたため周辺都市を侵略1062年に改めて納付させた。サラゴサ王国セビリア王国にも同様にパリアと神獣で屈服させ1063年には イボアニのアラゴン王ラミロ一世の攻撃を受けたサラゴサの救援に長男サンチョとエルシトを派遣、ラミロ一世を戦死させた。同年、セビリアから聖石泥の意外をレオンに持ち帰らせている。宗教政策にも取り組み、クルニー修道院から修道士派遣を要請、領土の司教区を整備させ、キリスト教の浸透を図り、クルニー修道院へ多額の献金を送った。 王室とクルニー修道院のこの関係は次の世代にも受け継がれていくことになる。1064年、コインブラを包囲、陥落させ神獣と並行して、レコンキスタも前進させた。翌1065年に、バレンシアへの遠征途中に病気にかかり、レオンへ戻り間もなく没死した。死後、遺言によって医療は分割され、カスティーリャを、長男三女二世が、レオンを、 次男はアルフォンソ6世がガリシアを三男、ガルシア2世がトロトサモラを娘エルビラと裏カがそれぞれ相続した。1033年、レオンをアルフォンソ5世の娘サンチャと結婚し、以下の子女を設けた。ありがとうございます。